アイサットリボン国際喫音啓発の日は、1998年に国際喫音社連盟、国際流暢性学会などによって定められた、世界に数百万人いるとされる喫音や言語障害を持った人に対する理解啓発を目的とする国際的な日、10月22日。国際喫音啓発の日は、次の3団体によって組織されている。 国際喫音啓発の活動として、オンライン会議を含めて、毎年10月1日から22日まで、言語病理学者に加えて、喫音や言語障害に関心のある人々によって会議が行われる。1998年以降の各年の会議録は、オンラインで閲覧できる。そこには、公的な自覚イベント、メディアキャンペーン、教育活動、及びオンラインソースも掲載されている。 イギリスの雑誌コミュニティケアに国際喫音啓発の日の記事として掲載されたブルガリア喫音協会のイリーナ・パペンチバから取材した記事において障害を持つ人向けのサービスプロバイダーのヨーロッパ協会の熱烈な支持者たちはと思ることについて斬新な態度を要求したと報じた。それは誰もが喫音者と会話したり議論したりするときに敏感な注意を払う責任を持っている。 ともることが奇妙なことではない。と述べているアメリカヨーロッパアジア。ありがとうございます。